はい、お疲れ様です。今回はチャートに水平線を引いていくんですけども、この水平線についてお答えしようと思います。まずはどの時間足に引くかなんですけども、トレードする時間帯には必ず引いてください。例えば1時間をメインにトレードされている方は、1時間のチャートにこの水平線が引けなければ話になりません。その上で別の時間軸を検討に入れるようであれば、別の時間軸に 例えば15分とか30分とかね、4時間とか引いても構いませんけども、混乱するので、トレードする時間足だけに引けばよろしいかと思います。で、二つ目、水平線を引く基準は何かってことですけども、簡単に言うとですね、折れ曲がったところです。これまっすぐ行ってるでしょで、こっから下落に向かってるでしょということは、この折れ曲がったところ、この山の位置、もしくは反対に折れ曲がっている谷の位置、こういったところに水平線を引くようになります。 水平線をどのように引くかというと、今度は、えっ、ー、と、黄色で引きますね。まさに、この経線に合わせてね、経線っていうのはこうやったマス目のことですけども、この経線に合わせて横に引いてください。そうするとここはこうなります。もし、近似値を取りたい場合は、これをそのまま経線に合わせていけばいいわけです。まあでも、ここでいいでしょうかね。そうなると自然とここにレンジができるでしょっていうことになります。それから、そのままネックラインもできます。 ネックラインというのは、この線のことですけども、上昇した時間軸、チャートを取られるときに、ここを超えたら倍でエントリーしようっていうふうな一つの基準になるわけですよ。そうするとここまでが取れていたよねっていうふうな解説が成り立ちますよね。で、えっ、ー、と、三つ目の質問ですけども、ヒゲ先に引くか実体に引くかなんですけども、単純に言いまして、実体に引いてください。そしてヒゲ先にも引いてください。そうすると2本の線ができます。 それをどう扱うかなんですけども、実体で横に引いた場合が概ね、使いやすいんで正解です。で、ヒゲ先にもね、引いた場合ってのは、今度は実体の水平線の補助線になります。どういうことかっていうと、この場合、ここを抜けて上昇してもブレイクというふうに判断せずに、まだ、この引力圏内にいる、 ということなんで、下に引き戻される可能性高いよねっていうふうに解釈することもできるわけなんですよ。で逆に言うと、このげ先を抜けた場合っていうのは、完全ブレイクなんで大きく伸びる可能性があるよねっていうふうに判断するとよろしいかと思います。もう一回まとめますと、ヒゲ先に引くか実体に引くかですけども、基本的には実体に引いて判断します。もっと細かくいこうと思ったら、髭先にも引いて、実体の方が強いんだけども、髭先も一定の影響力、これを持ってると思って、 観察した方がよろしいですね。ちなみにもうちょっと話を進めますと、実体とフィギュア先を結んだこの間のことをゾーンというふうに解釈することもあります。はい、このゾーンにぶち当たって跳ね返ることもあれば、ゾーンを抜けるとさらに大きく跳ねていくってこともあります。で、ゾーンの間で上下する、まあ、いわゆるブレイク用のレンジ、 というふうに解釈することもありますね。また、その都度その都度、これはあの時のこれでしたよっていうふうに振り返ることがあると思います。日々の解説をよろしくお願いします。それでは。